新デザインが施されたのは、境港市の港境交流館に先月増設されたばかりの12あるコインロッカーです。今日は境港観光協会による新デザインのお披露目セレモニーが行われました。コインロッカーの扉に施された新デザインは、地元が生んだ漫画家水木しげるさんが手掛けた妖怪キャラクターゲゲゲの鬼太郎のいろいろな家をテーマにしたイラストです。春夏秋冬の絵柄をバックに、ネズミ男、目玉親父も登場し、さまざまな鬼太郎の家が描かれています。結構かわいいデザインをされてるなって言って、ちょっと引きつけられるような感じがあるのかなと。こう目立っていいなと思いました。鬼太郎がいっぱいあった方が来たなっていう感じになるんで、はい、駅前で皆さん当然荷物も抱えてやってこられるわけで、まあ、利用してもらいたいというのもありますし、思ったより色鮮やかで本当にフォトスポットになるんじゃないかと、映えるポイントになるんじゃないかと思っております。期待しています。この港境交流館の近くにある水木しげるロード沿いには、今月初め妖怪の遊具も楽しめるゲゲゲの広場が完成。そして今月20日にはいよいよ水木しげる記念館がリニューアルオープンし、境港市にはさらなる観光客の増加が期待されます。こうした中、新デザインとなったコインロッカーは水木しげるロードの盛り上げに一役買いそうです。